ついに巨大生物が目を覚ました。現在の状況は？東京湾を抜け巨大生物は西に向かっています。予想される移住先は？どこだ？ここ岡山県です。本気か？はい。我が県はいつでも移住歓迎です。移住の実績は西日本でトップクラス。広い土地に割安な家賃、しかもこの交通アクセス、どこに行くにも。ああ、岡山は便利だ。それでいて東京のように何時間も満員電車で揺られる必要はない。私は通勤時間チャリで15分。私は10分。私は3分。徒歩でね。巨大生物でさえ移住したくなる。それが岡山だ。なんだ？どうした？巨大生物が瀬戸内海に出現。はい。しかし右往左往しています。くそ、岡山県の位置が分からないというのか。大丈夫だ。こっちだ。彼に知らせるのよ。岡山県はこっちだって。この歌を聴かせてこちらに導くんじゃ。左に広島書きまして、右に兵庫を書きまして、上に鳥取、その横島根、海を挟んでうどん県。あっという間に岡山県、晴れの国。来たよー。ヘロー岡山ー。おー、やーヘローヤッホー。移住といえばこちら岡山県。